どうも、今夜ございます。今日もロードオブザフォールン続きからやっていきたいと思います。で、前回、ボスですね、この今手に持ってる武器、持ってたやつ倒しましたよというところで終わっております。で、ビーコンも今日行くところ、ここの赤いやつを浄化してラス1って感じですね。だからこのボスを倒して、最後ラストダンジョン行って終了みたいな感じになると思うんですけれども、まあね、続きからやっていきたいと思います。で、一応触媒もね、あの右下見てもらって分かるようにちょっと変えてますね。だいぶね、あ、ちょっと違う、間違えちゃった。だいぶね、パワーアップしてきたんじゃねえかなと勝手に思っております。というわけで先進んでいきましょうか。で、敵強いやつがいそうだから連射していく。一応右手に持ってる武器が衰弱と生属性がついた武器で出血するんですよ。で、それがね、果たして強いかどうかよく分かってない。とりあえず、いけ我が剣を。ちょ、どこ殴っとんねん。あ、なるほど、君か。ああ、しょうもない死に方してしもたな。まあ、よかろう。よし。よいしょ。攻撃届かないんかい。弱え。俺は弱え。あ、司令官いなくなっちゃった。どっか行っちゃったよ。あー、中に入って、あれか、イベントが発生するというか、いなくなっちゃうんだ。まあ、いいか、しょうがないね。さて、じゃあ、出血の状態上、敵に付与しまくって、バラバラにしてやろうぜ。まず犬、ワンちゃん。あ、ワンちゃん。よし、やるか。遠距離攻撃のやつが苦手なんだよな。オッケー。いやー、しかしカメラワーク慣れんな。活力の他にもアイテム残してるでしょう。じゃあ追っていきましょうか。豪華の塩、黄色い。左とまっすぐか。それとも、とりあえずまっすぐ行きましょうか。はい。はい。よし。1メートルと。こいつは慣れたよ。仮面を取るためには、とりあえず蹴っ飛ばせば、一発で仮面が取れるのは分かったから、よいしょ。いざという時には、そういう形でやらせていただく。ヒーロー。活力を感じるね。あ、この先は何もなしかな。何もなし。よし、オッケー。そしたら左手側のこっちですね。で、早速あんのか。入るか。裏の世界よ。Descrier of the dawn found trespassing will be severely punished for their transgression. This place is now sanctified in the name of Judge Cleric, and no longer a sanctuary for the ignorant and misguided. Please, this has been our own for generations. We've always kept our hearts open to the Allied Sentinels. Be grateful that by Judge Cleric's mercy, you are allowed to leave with those wayward hearts still beating. Repent and turn to her for salvation.わあ、なんか最低だな。なんちゅうか最低やな。あ、いや、この次のでしょ。はい、やっぱ威力は低いな。よいしょ。属性というか状態以上に特化してる感じがするから、ちょっと連射して
あれ敵じゃ、ボスだろ、違うの。おお、そうだよね。お、瞬間移動、なるほどね、そういうタイプか。ちょっとめんどくさいやつだな。お前、あの入り口のところで向こうの民をなんかやってたやつだろう。でオイルまで投げてくると、おっと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 、厄介な攻撃してくるじゃない。長い、長いな、地面残るの長くね。ちょっとえ、ちょっと待って、ふざけんなよこいつ、体力全回復しやがった。それはないわ。あの回復するって一番やっちゃいけないことじゃん。何で俺がそれで苦しめられてきたか。軽食ダメージは痛すぎる。よいしょ、もう、おお、いやー、こいつ体力回復なければもう終わってたやん。真面目に厄介な敵なんだけど。よっしゃー、やったるで。どこ行った、あっち。待って待って待って、よいしょ、回復入れて。あー、振り回すな振り回すな、そんな血のやつを。まだ光の線、あ、おい、なんか往復してきた。しんどいしんどい。あのさ、角でそういうなんかやらしいこいつやめてくんない。どう、はいはい、ほんと厄介だな。よし、いや、指名取る気ないんかい。F 入れて、どこ行った。よいしょ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 。飲ませなかったから勝ち。オッケー、ふー、回復さえしない。ちょっと待って、やめてよ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 。よしよーしよーし、裁かれたか。なんて罪深いやつだ、最低だったな。まあ、回復さえなければこんなもんよ。で、あのさっきのさ、あの感じの実力だと、おそらく、おそらくだよ、おそらく、雑魚で出てくるでしょう。雑魚で出てくるよ、後で。間違いなく、間違いなく雑魚として出てくる。で、武器の色がちょっとやっぱ弱えな、なんか、強えやつに変えたいな。ちょっと、とりあえず一旦、戻るわ。さて、で、一応ね、攻撃力は高い武器選んできましたわ。これね、はい、今までの攻撃力の単純に倍ぐらいあるんですね。めちゃくちゃ強い。攻撃力今473なんだけど、他のさ、今まで使ってたこの辺りだと259とかなのよ。
めちゃめちゃ一撃の威力が上がってます。はい、でこれエンチャントもできるからかなり強いんじゃねえかと。ちなみに殴ってみようか気持ちいい気持ちいい、ワンパンやないか、ワンパンやないか、これよこれで。あとはもう体力とか伸ばして装備重量を増やしていくのがいいかなと思います。あ、すげえ破壊した、マジで破壊した、敵吹っ飛ぶし、すごいな。でもっとゴテゴテした鎧着たいからちょっと頑張っていこうか、レベル上げもね。ああ助かる、ロムサンドの痕跡。あでもこれ下にない植えちゃったのすごい無駄だったんだけど、休憩しよう。でこの感じだとここはもう開かないでしょ。え、何何何、急にダメージ向こうで受けてんだけどびっくりしたびっくりした、あ来たんやな。 This abbey once belonged to Mornstead's previous dominant religion before Judge Cleric declared it the hallowed sentinel's new homeand sanctified it to take a mundane thing and transform it into something magnificent and holy is miraculous indeed. I may not be wise, but one thing I have learned is that you never really know what life's going to throw at you. So, I hope you'll consider this friendly advice, not me thinking of my own profit. If there'sanything amongst my merchandise that you've had your eye on, perhaps you should consider buying it now, just to be certain. へえ。Hello again. 買えなくなるってこと？特に今欲しいのねえんだよな。天使の盾。盾系でさ、なんかいいのないのかな。なんかいいのないのかなってすごい雑なあれなんだけど。盾買っとこうかな。金足りねえや。Your path be blessed. I may not be wise. Is that you never? So, not me thinking. If there's, perhaps you should. 目をつけた商品は特にないから。いや、行くわ。さて。おおおおおお、びっくりした。ドン。おお、しかもひるむね。あ、ドン。あ、ドン。おー、でも、あ、防御力だいぶ減ったな。装備かなり弱くなっちゃってるからな。よいしょ。うん、この方が早い。くぅ、しんどいぜ。じわじわ回復させた方がいいかな。わかんねえな。正解はいつもわかんないんだよね。活力に富んだ頭蓋骨、特に何も見るべきとこはなしと。いけそうじゃない？いけないか。ん？待って、弓矢がいる。弓矢バカがいる。たぶん。こっち来ないのかよ。犬のくせに誘ってる、誘ってるよ俺のことを。さて、んじゃ、おいちょっと待て、違う違う違う、どこにいる、どこにいる、ここか。ん、吸収した、吸収したのかな、わかんねえ。ああ、吸収してるわ。よいしょ。おい。あ、でもこれ、この装備で従前に戦うには、レベルが足りてないかもしれん。普通に、普通にレベルが足りてないかもしれない。全然暗くて見えないもっとあれだな、防御力が必要だな。この装備でうまく戦えない気がする。
よっしゃ、帰ってきたぞ。そして結局武器も元のやつに帰ってきたぞ。敵の攻撃力がめちゃくちゃ高くなっちゃってるんだよな。何なんだろう。もうちょっとさ、優しく殴ってくれたりしないかな。で、ここもうあれじゃろ、裏世界入るしかないんじゃろ。さあ暗黒へ。そしていつも世界は暗黒へ。よし、先へ進んでいくけど、うわー、ちょっと待って、よいしょ。あら、やっと爆発物が多すぎて、爆発物が多すぎてまともに戦えん。よいしょ。なんでこんなに可燃物が多いんだこの世界は。驚いておるわ。宮の衆驚いておる。さてと、犬だけ来ていい。それ以外は来なくていい。よいしょ。いや、ちょっとさ、マジでしんどい。ここまで来るのってしんどいんだけど。なんというか、ステータスが圧倒的に足りていない気がする。とりあえず裏世界入っちゃって、あとはダッシュ。敵と戦ってたらダメなんですよ。これは完全死化として、よいしょ、よく早く。いや、邪魔。よし、拾って、はい。こっちは多分正規ルートじゃない、あの入り口につながってる門のとこでしょう。これほらそういうの通り。ああ、開くのか。あ、これはありがたい。非常にありがたいですよ。はい。で、これ別にレベル上げしなくてもいいから、レベル上げしなくて、そうそう、これ戻ればいいんだね。で、休んで、OK。いやー、ありがてえ。これなんで、あれ、なんであれいきなりダメージ受けたんだろう。くしゃくしゃくしゃってなんか転がってきたのかな。この先やな。で、回復じゃなくて、エンチャー。はい。あぶね。よし。回復入れて、カツリムコブも回復。これは何もない。何もないね、オッケー。ふぅ。いや、あいつもボスいたやつじゃん。見たことあんぞ、あいつ見たことあるぞ。なんでさ、ターゲッティング切れてんのに生きてんだよ、まだ。おかしいやろ。よし、OK。なんでこんな狭いところで一応戦うとあかんの。あ、いきなりパワーアップしてるぞ。いけ、我が聖剣よ。ふう、3回だっけ、4回か。
で、キック、キック、よし、よいしょ。はい、よいしょ。いやー、空中性能が高すぎる。よいしょ。よいしょ、よいしょ。なんだ君、何してきた。こいつ倒したところで、どうせ控えるやつなんでしょ。雑魚敵が強すぎるのがすげえ問題だな、マジで。はい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 、君らさ、言うてボス2人いるようなもんじゃん。ひるまねえしろ。しんど、しんど、しんど。で、この裏アイテムあるよね。知ってる、知ってるよ、こういうの。大体あるんだ、裏に。で、あとはこれ見ても何もなし。あ、待って、なんかなかった今。なしだな。失礼。何もありませんでした。で、この先を。あ、チェスト、チェスト、チェスト。重しのついた矢。弾薬の袋。なんかすげえダッシュしてきた、あいつ。開く？マジで？開かないんかい。よいしょ。なんかでっけえのいるな。なんか今でっかいのいたよね。ちょっと待ってな。あの周り見てからでいいかな。多分、こういうところ、厄介な敵がさっきいた。いたな、なんかいたな。魔法使いか。今こういうやつを消して、いやいやいや、なんでなんで、あいついなかっただろう。もう外からやってきたんか、あいつ。あいつ外からやってきたな。お前も、よいしょ。俺の礎になってくれ。よし、こいつは鹿としていいとして、あとどこだ、あと敵ねえが、敵はいねえが。ここ開く、開かない、開かない扉。いてえ、もう。で、上行くでしょ、とりあえず。上行って、見下ろす。ん？ん？ん？ ん？ ん？ なんだ今の音。はい、はい。なんか嫌な音してたな。よいしょ。さてで、あー何あれいたっけ、いたっけあいつ今。よしよし、オッケー。で、この扉は開かない扉。あいって、ふざけんなよ。あんなとこにいたのか。よいしょ。で、なんか蝶々飛んでたから、蝶々飛んでるから、あれ、なんかあるな。あ、ここか。よし、植えとこう。これは助かる。よし。で、これ、回復して、OK。で、これで今度下見に行こう。え、離す？ああ、あれ？は？マジで？すごいね。In a single day, one of Judge Cleric's miracles to edify her disciples.There once hung from it an ancient banner carried into battle long ago by Our Lady herself. A symbol of more virtuous times.
やっぱ審判の巫女ってやつが よくねえんだな。ランプベラー、If you should find the pieces of the banner during your journey, bring them to me. Our men was been broken. Carry them with me into the heart of the Imperium and present it to Judge Cleric as a reminder of what the Hallowed Sentinels once were. I have too much Hallowed Sentinel blood on my hands to expect or deserve redemption.But I must do what I can for those who can still be saved. In radiance, judgment. さすがに刀が持ってないし、特に欲しいのもないかな。お、お、光のオーブ、オリウスの裁き。すごいいっぱいあるな。性ダメージ増加、耐性が増加、光の能力値。いや結構欲しいのあるけど、とりあえず。ボリウスの裁きかな。で、金が足りないから買えないと。そうだね、買えないね、特に。ありがとう。でも光の裁きってこれ、騎士の重荷が。ここにいたんか、お前。装備してるか。多分ね。よいしょ。暗い光の刃を食らうがいい。ストムンドさんやってくれてもいいやで。ストムンドさんそいつやってくれてもいいやで。いって、なんだよなんだよ追加。ふざけやがって、ふざけやがって。どっから湧いてくんのあいつら、マジで。ほんと勘弁して。あのやるべきこといっぱいあるんよここで。下もまだ見てねえしさ。でほらなんかいるじゃん、金のやつがさ。いつ自体はそこまで強くねえから。いやー回復間に合わねえ。違う違う、もう狙いが定まらん、狙いが。ここやりづれえな、やりづれえっすね。ふう、倒してやったぜ。なんかめちゃすげえ暴れてる、ハンマーが暴れてる。よくも主人を殺してくれたなっていう感じで暴れてましたね。でチェストを開けて中身をいただく。手投げ弾強化版。よいしょ。こちら側は特に何もなしかな。はい。あ、開いちゃう。これどこ行くんだろう。こういうの一番困るんだよな。こういうの困るんだよな。こういうの困るんですよね。いけない。え、マジでこれ何もねえじゃん。あ、ここか。じゃあやっぱ裏世界入るしかねえか。いきます。まず下のやつらはきれいに掃除してあるから、そこにあるこれだね、回収。And as I willingly relinquish this token of my past life, so too do I relinquish my past entire. For I have been reborn in the light of our eternal lady and proven myself worthy of being counted amongst the ranks of her blessed servants, the hallowed sentinels. よし、話は終わった。To her and our holy work do I commit my blood, my life, my future and my soul.話終わった？話終わった？よし、話終わり、話終わりましたんで、こちら側のやつは終わり。外側行って、先ほどのね、行けそうなベランダの切れ目から、あれ、あれどこだ？もっと手前だっけ？あ、これだ。ここを行く。あー、はしごあるわ。登っていくのね。これ多分メインじゃなくて、なんか、
サブ的な何かがあるんでしょうね。あー、とりあえず引っ張ってみるか。ああいうのあれはとりあえず引っ張るのが大事。あで足元にある、あーはい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 、オロゲとなってくると、じゃあ一回これ降りるんだ。降りて、やだな、汚い、やり方が汚い何もかもが汚かった今で、こっち側に寄せるでしょ。ちょっと何あいつ、あいつちょっと何なんですか。ちょ、先生に言いつけるよあれ。よし帰ってきた。でまたこっち、これでここのやつを引っ張ってやると、これで先進めるようになるわけだな。で外に出て上に登って、さっき引っ張ったやつチャラになってないよね、大丈夫だよね。 OKOK でジャンプ OK 完璧で、ああでしたか、いって、はしごある、おお、いたんか。でこれを回収、アイテムでしょ、素敵なアイテムでしょ。拾う、腐敗のこのシリーズ腐ってんのか。よし、こんなもんだね、帰ろう。じゃあまた痕跡まで戻って先へ進んでいくっていう方向でよろしいでしょうかね。よし、ちょっと画面の明るさも変更してきたわ。んで見ていきたいところがあるんでございますけど、とりあえず、なんだよ、おかしいでしょうよおかしいでしょうよ、何今ので、この先だ、この先で数々のバカどもがいたから、一応アイテムだけか、アイテムゲット、拾って、よし、京都の聖なる万人ハンマー、いて、わかりました、いよいよ大丈夫だよ、全然大丈夫よ。ですぐインタラクトしちゃうから、なぜならすぐインタラクトしちゃうから。さて次だ、先へ進んでいこう。であそこの上にいるんだよな、あそこの上に。あ、で、ちょっと待って。アイテム買ってこよう。魔法とか買ってこう。また彼、いつになるのか分かんないからね。よし、オッケーで、装備したいな。義務の指輪外して、聖なる、あれ、聖ダメージが増加する。これ、多分、魔法もそうだし、全体的に上がるってことだよね。で、エンチャントの武器も多分上がるから、非常にいいんじゃないかと思います。で、上にいる、まずはあそこで弓バツバツ打ってる君をやる。ローリング遅っ。ちょっとお前らいんの、よいしょ、昼め、お前昼んでよ、全然昼まないじゃんこいつ。とりあえず上行くしかないのか。よく分かりましたよ。ここもマジで駆け抜け推奨だ。相手してる場合じゃないわ。相手するなんてのは、愚者が取る行動だった。こういう奴らの相手をしてもしょうがないから。ちょっとごめん、相手して、ごめん、相手しなくてごめんね。ごめんね、許してね。違う、間違えた。はちょっと、おー、なるほど、そういう感じか。あー、下まで落ってきちゃったけど、これどこ、ここ。あー、オッケー。そしたら、ちょっと変化が訪れたから、体力を回復、大丈夫かな、しなくて。
登れる。オッケー、俺登れるよ。登れます。体力を入れて進む先はこっちで OK で、上と一旦上行こうか、一旦上行こうか、一旦上行こう。ちょっとはい、なんか行ける場所が多すぎる、行ける場所が多すぎるけど、ここあれだ、今行けない、今行けない。あ、なんだよ。いや、あの距離、え、レーザー届くの、アホじゃん。ちょっと待って、アホだ、アホ、アホがいる。よしよし。で、こいつらシカトして、あっちが多分アイテムだから、まずはこれでしょ。違う違う、あー、こっちこっち。敵じゃなくて、こいつを優先してくれ。これ回収、OK。痕跡の画。痕跡の画か。いよいよ、まあまあまあ、いいでしょう。これ下、あー、はい、これアイテム回収。で、失礼、失礼、失礼。よし。で、こっち側がなんだ？あー、アイテムある。いただきます。で、扉を開ける。あ、ショートカットといえばショートカットか。邪魔邪魔、君ら邪魔、君ら邪魔。で、今度はここを落ちないように移動して、よし。で、反対側へ登ると。いやいやいや、待ち構えてる、待ち構えてる。これ穴落ちそう。あ、大丈夫。よし、 OK。 消す、こいつを消す。で、これ、違う違う違う。あっちは行ってもしょうがないとこだから。ちょっと、上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 。ジャンプ。よし、オッケー、オッケー。え？あれ？ん？これだけ？あ、違う違う違う。ジャンプ。オッケー、これで屋根の反対側ってことか。解き離れたれたフォーカス。あ、これだけだ、これだけだ、これだけだね。よし、そしたら帰ろう。下降りて、よし、大丈夫、完璧、完璧だわ。で、先に進めると。で、こっち側が先に進んで、上からなんかレーザー砲撃ってくるバカがいるんですよね。どこにいた？アイテム回収、アイテム回収ですね。ほら、ほら、すぐ撃ってくる。あ、で、あそこに。よいしょ。引っ張れ、引っ張れ、引っ張れ、引っ張れ。OK。OK、大丈夫。OK、大丈夫。で、あそこにもある。引っ張れ、引っ張れ、引っ張っとけ、引っ張っとけ。引っ張っておけ、引っ張っておけ。よし。回復入れて、ちょっと待ってね、いけるとこは、いけるとこいっぱいすぎる、いっぱいすぎる、いっぱいすぎる。いっぱいすぎる、いけるところがいっぱいすぎる。抜いた、引っ張れ、引っ張れ、引っ張れ、とりあえず引っ張れ、とりあえず引っ張っていけ、よし、引っ張っていけ、引っ張っていけ。で、アイテム、アイテム、アイテム、あそこにもある、あそこにもある。あー、現実戻っ、あー、戻んなくてよかったかな、戻んなくてよかったかな、これ。戻んなくてよかったかも、戻んなくてよかったかも、戻んなくてよかったかも。長い、光線が長い、あいつ。戻んなくてよかったな、戻んなくてよかったな。とりあえず、ちょっと先行こう。あ、あー、どこにいるの。ワンちゃん、ワンちゃん、やめて、やめて、ワンちゃんやめて、ワンちゃんやめて、ワンちゃんやめて。こっち側行けるから。もう何やってんのこいつ。痛い、くそ。もうあのレーザー、あのレーザー厄介すぎないですか、ちょっと。で、今いるとこ先はとりあえず行っときたいから、
まず裏世界、暗黒世界、突き抜けていく感じでいいっすかね。まずはよし、入った。さあ行くぞ、ダッシュ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 、走り抜けろ走り抜けろ、この世界を、この厄介な世界を走り抜けるんだ。登って、あれ、あっち側、よいしょ。ちょっとちょっとちょっと伏せていくか。これ逆に、まあ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 、さて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 、今度こそ行くか。いやー、あの呪文やばくね。ちょっとどう考えてもさ、とりあえず建物の中入っちゃえば OK?OK?OK、OK? OK? そう OK そう。なんでなんで、性別君ら邪魔邪魔邪魔、よし来いよ、離れて、弓、いやまあまあまあ、こっちこっち来たよ、こっち来たよ、よしこっち来たよ。どうせ当たんないから、どうせ君の弓の腕じゃ当たんねえから、よしよし、ふう、 OKOK、 で能力を回復、活力も回復、まあいろいろ回復 OK んで、何何、なんかでっけえでっけえ、何何は、今な、なんで吹っ飛んだん。まあ大丈夫大丈夫、これ回収するでしょ、全然大丈夫全然大丈夫、全然大丈夫、アイテムぐらい回収してほしいよな。よし、ザ・トール、よしよしよし、オッケーオッケー。で、そこにいるから、そこにいるから、そこにいるから、あー、そこにいるから、あ、あ、チェスト、チェストブレイク、ぶち抜いて、ぶち抜いて、よし、オッケー、先行け、俺よ先に行くんだ、先行け、あの先きっといいアイテムがあるはず、きっといいアイテムがそこにあるはず、間違いねえ間違いねえ、これいいアイテムだ、いいアイテム、絶対いいアイテム。もう敵の攻撃なんか気にすんな、そんな時期は遠いに過ぎてる、聖なる神髄、完璧、よし、これであとは走り抜けるだけで OK というのが分かりましたね。いや、ここまで長かった、とりあえず上まで行って、バカバカレーザー撃ってくるやつを倒せば全て解決。何回ここ走ってん何回走ってんだろう。よし、これ決めるよ、これでこれで決める、これで決めます。よし、全然大丈夫、完璧だわ。で、はい、これで先に行く、でレーザー来るからすぐに後ろに入る。ほんとレーザーが怖いっすね。一応エンチャンだけしとこう、エンチャントしといて、よし、先に行きますよと、オッケー、よし、よいしょ、でこの後だよな、よし、うん、
そこにいたのは知ってるから。二人いるんだもん。よし、ここで回避。レーザー終わった？よし、先行く。これ下は？よいしょ。おい、犬ごときが俺に意見するんじゃねえ。なんかありそうだけど、なんかありそうだけど何もない。あ、なんもねえや。やべ、びっくりするわ、何もない。ただ安全地帯ってことか。よいしょ。よいしょ。OK。ふぅ。これで落ち着いて遊ぶことができそうだね。落ち着いていけそうだね。ちょっと待って。この、これまずくない？レーザー、レーザー、終わった。よし。よし、こっち来なさい、犬。よいしょ。OK。危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。で、そこにいるあなた、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 あぶねえ、あぶねえけど生きてる。これが生きてるということ。はあ、あるよね、絶対あると思ってた。うって、お前来んじゃないよ。何来てるの。おかしいでしょ。いやー、帰れ帰れ、帰らないし、帰らないし、帰らないし、あいつ。うわーうわうわうわ、もう絶対ここボスとかなんかそういうちょっと強敵いるとこやん。ちょっと強敵いるとこやん。もういいや、あいつには光の剣をプレゼントするわ。いってやー、で、まず、まず、まず、何は止まれ、ウェル。何は止まれ、ウェル。よし。これにて、完了。よし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 。ああ、お前ら、お前ら。お前ら邪魔だぞ。拾う。で、ここ。お前。お前ら、ふざけんな。ふざけんな。なんでジャンプしねえんだよ。なんでジャンプしねえんだよ。なんでなんだよ。あれ、あ、マジで復活しないの、あいつ。優しいじゃん、ちょっとちょっと優しい。へえ、なに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 、ふざけてる、マジふざけてる。頭悪いやつがいるぞ。よし、引っ張って、どこだ、あそこまで伸びるのね。違う、こっちも引っ張らなきゃいけないんだ。え、なんでだよーん。なんでだよーん。壁にぶつかった。壁なんだ、段差。何回これやらせんのよ、本当に。でも繋がったでしょ、さすがに繋がったでしょ、今ので。繋がってないんかい。あー、なるほど、こういうことか。え、ちょっと、君、君だな、君だな、とりあえず。なんでもいいけど、君こんな邪魔なの。ジャンプ。ん？あ、で、これで、やっと引っ張れるってこと？こういうことか。あ、こういうことか。これ敵じゃない。ん？はいはいはい。いただきます。
や、あんなやつ繋がってられないよね。どこに向かってるのこれ。さすがに邪魔、さすがに邪魔。それはで、これのアイテムを回収することこそが目的。よし、よし、これでお帰りになれますね。よし、というわけでいろいろやること全部終わったから先へ進みたい。で、ちょっと待って、ザ・トールとかさ、かっこいい名前の武器拾ってなかった？途中でマジでね、いろいろありすぎてよくわかんなくなっちゃった。どれが新品の武器だかわかんねえどれが新品？これアザートール。あー、なるほどね。なんていうか、僕の体質に合わないやつばかりだな。で、魔法も今雷落としたいんだけど、光のステータスが今足りてないから、とりあえず後でよろしおすかなというところでございますね。よし、これ多分ボスじゃない？え、まさかボスじゃない？いや、そんなことあります？こんなところで。めちゃめちゃ血落ちてるわ。インタラクト？は？おや？ちょっと待って。お？あ、鉄さん、鉄さんじゃないか。どうしたんだい？Stay out of my way, Lord Bearer. なるほど。いいよいいよ。全部やってくれていいよ。俺援護するからさ。俺援護するから。マジで、え、マジで俺何もすることないやん。マジで何もすることないんだけど。どこに行った？あら、え、制限されてる。うん、マジでやることねえんだけど。どこ行った？こっち行くわ。あの、すぐロック外れちゃうの何これ。あ、キック、致命取らせいただきます。よいしょ。え、なんか知っちゃったけど、なんか死んじゃったけど。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。全然訳わかんないまま。よいしょ。ここみたいな、あの、ロック外す。ああ、終わったわ。クリスタルあれ、鉄さん、あなた死んだよな。これか、奪われたクリスタルって。Finally, back where you belong. となると黒金の旅人がラスボスなのかな。ステージもう終わり？もしかして、あの、あれ、ああ、全然終わりじゃねえな。
OKOKOK、わかりました。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回またこの続きからやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただけると私大変嬉しく思います。はい、というわけでここまでの語り、私ここでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。とりあえずアップグレードで雷使えるようにしたいから、あ、2つは上がらないか。とりあえずこんな感じで終わりにしたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。